平野紫耀と神宮寺勇太のプライベート投稿を無許可で公開した平塚市観光協会の失態。元キング・アンドプスの平野紫耀と神宮寺勇太は、7月7日に滝沢秀明が社長を務める新会社、とべ、に所属することを発表し、同日にインスタグラムを開設しました。 彼らのプライベートな活動には注目が集まっており、最近では彼らが訪れた場所が特定され、SNS で拡散される事態が起きました。この記事では、彼らの訪問した場所を無許可で公開した平塚市観光協会の行動について取り上げます。7月10日、平野潮さんと神宮寺祐太さんがプライベートで遊びに行ったことを報告しました。 しかし、その投稿には特定されないようにモザイク加工がされており、彼らが神奈川県内の店を訪れていたことが明らかになりました。この情報を特定した複数のファンは騒動を引き起こし、関連するツイートは削除されました。 ところが、7月14日には、神奈川県平塚市観光協会の公式アカウントが、平野さんと陣十字さんが訪れた場所を報告しました。この投稿はファンの間で拡散され、批判が相次ぎました。ファンからの批判の中には、二人はプライベートで行っていて、場所も明かしていないのになぜ堂々と公開しているのか、といった声がありました。 平野さんとジングジさんが平塚市を訪れていたことはファンからのクレームを通じて教会側も認識したようで数時間後に投稿は削除されました。しかし削除後に何の説明もなかったことからファンたちの怒りは収まりませんでした。 記事の執筆者は、平塚市観光協会に電話で連絡し、平野さんと神宮寺さんが訪問した場所を公開した理由について確認しましたが、3連休中で担当者が不在だったため、後日の回答を待つことになりました。ネットニュース編集者は、この件について、 平野さんと神宮寺さんが訪問した場所は公式情報のように SNS などで拡散されているので、平塚市観光協会のツイッター担当者は本人たちが明かしたものだと勘違いしたのかもしれません。しかし、観光協会であれば事前に確認してから投稿するべきだったはずです。とコメントしています。 聖地巡礼は一般的に広まっていますが、本人たちが明かしていない場所に関しては SNS などで拡散するべきではないという意見もあります。特に、市の観光協会などの公的な機関は、個人のプライバシーを尊重し、情報を適切に管理する責任があります。 平塚市観光協会が無許可で平野市洋んと神宮寺祐太さんの訪問した場所を公開したことはファンからの批判を招く結果となりました。特に個人のプライバシーを尊重するべき公的な機関がこのような行動に出たことは信頼を損なうものでした。今後は観光協会などが情報の管理に注意を払い、 プライバシーを侵害しないような配慮が求められるでしょう。また、ファンも個人のプライバシーを尊重し、情報の拡散に慎重になる必要があります。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。